パソです。えい。見てください、このポロシャツ、可愛くですか？これ、香川照之さんのプロデュースの昆虫ポロシャツでございます。テンション上げ上げでお届けしたいと思います。結構ですね、皆様からのコメントとかで、大桑の動画上げてほしいっていうコメントがですね、ちらほらですね、本当にちらほらなんですけど、見受けられましてですね、そうだな、最近上げてねえなっつーことなんでね、じゃん！本日はですね、そんな、誰得かわからないご要望にお応えしまして、こちらの大桑型ですね、秋田県北秋田市産の大桑型、F7 ですね、はーい。こちらの方を割り出ししていきたいと思います。材2本入れてて、やっぱいい感じにこれ、なんかもう吹き出してるんですけど、これ多分ね、幼虫いるんじゃねえかっつうね。まあちょっと類大が進んでるからね、どの程度取れるかわかんないんですけれども、やっていきたいと思います。では、開けていきます。2月25日ですね。今年の2月25日に組んだやつですね。ういち。わーお、こう。小バエが、私思わず小バエを見るとこう両手でバシッとやってしまうんですけど、これ食菌瓦材だったと思うんです、こっちで。こっちが普通のくぬぎ材だったと思うんですけど、はい、ではこちらですね。はいはい、手でいけんじゃねえ説だけどね、もう手でいけると思っている。あ、これは絶対いるじゃん。これ絶対いる。いるパティーンじゃん。類大が進んでるから、できれば、10頭ちょっとは取れてほしいと思うんだよな。ワイルドからの類大なのでね。しかも、まあ、東北に住んでるから、東北産のオクワガタって、やっぱり、飼育してみたいなと思うわけじゃないですか。ちなみに秋田県はちょっとだけしか訪れたことがありません。実際東北に住んでいながら秋田県にちゃんと訪れたことがないという。食べた跡があるんだよね、見えます？わ、いらっしゃったよいらっしゃったよ。見て、ここ見えないかもしんないぐらい小さい。なんとこれ潰したわけじゃないんだけど、死んでる。これ潰したわけじゃないですよ。なんかもう、脱皮不全？やだ。お亡くなりになっていた。潰してはないんですけど。なんだと？貴重な一匹が。わっ！卵発見じゃん。わっ！いた。てれん、いました。奨励ですかね。やったー。いた。やったぜ。じゃーん、ゲット。割り出しがね、一番楽しいよね。割り出し禁止交換よりも割り出しに全命を。もうほんとすごい。手で柔らかいので。うわっ、いた。幼虫いたし、ここに卵があった。おはようしてる。まだいそう、ほんといそう。ちょっと硬くなってきたので、ザイバルマスターさんで無言になってしまう。おー、ペリペリくん、ここにいました。わお。なんか大根のかつらむきみたいなね。多分ね、いると思うんだけどね。こういうとことかすごいかじってるので、中心部にもね、多分いるんですよね。いつものことながらやっぱり硬い部分を無理することはないと思うので、これもこのまままだ産んでると思われるけどザイワリマスターでもちょっと怖いのでこのまま保管しておこうと思います。ここもねほらかじってるんで多分奥にいると思うんですけど、じゃあこれも保管用で。食菌瓦剤ですね。見てわかる通りだいぶ穴ぼこでございます。なんか工事してくれたって感じだよね。硬いんですよこの材が。マジでこう割るのつらいかも。つか私の力で割れないかも。で、いけるとこまで今日やりたいと思います。すごいよね。オオクワガタのメスって。こうやって穴開けるんですからね。もう本当に尊敬だよね。そりゃ顎もすり減るわ。なんか顎の力が強いってすごいですよね。顎関節症になりそう。これはね、産んでる可能性があるかもしれないけど、硬すぎますね。カッチカチやでだよ。だいぶボロボロになってくんないと、ザイワリマスターで割れないことないんですけど、多分ね、明日になるね、これね。諦めが早いんですけど、諦めたいと思います。いや、諦めも時にはね、肝心ですよ。まあでもこれだけやっちゃってるんだったらまあこれ寝床にしてる可能性もなきにしもあらずだけど、さっきのクヌギで幼虫取れてたんでおそらく産んでると思いますね。これはまあこのままサンラセットにぶち込んでまた保管したいと思います。一回見ておきたいと思います、マットの方。あるからね。あ、いたよ、いたいた。おお、幼虫発見。はい、では結果です。これちょっとお亡くなりになってるのでカウントしないと、1、2、3、4、5、6プラスこれも卵ともう1個卵で。幼虫6の卵が2つで 8匹ぐらいになりそうという感じでした。まずね、これは元々の産卵セットに戻したいと思います。はい、材も戻して、もうちょっと時間経って、2月の25に組んでから、2ヶ月半近くになるのかな、もうちょっとで。また6月ぐらいに割り出ししてみたいなと思います。本日は秋田県北秋田市産のオオクワガタの割り出しをしていきました。で、前回生放送とかもねやった時にお見せしたんですけど、こちらですね。はい。この子が親ですね。74mm あります。やっぱり類大を重ねていくごとにサイズも大きくなってすごい立派な形。内視の形というかね、顎の形もすごいかっこよくて、ほら見て、ほらみんな見て、クワッとクワッとしている、クワッとしておりますよ、クワッと。はい、こちらの子供たちですね、さっきの幼虫ちゃん。いや、オオクワガタもまだうちねちょっと寒い部屋に置いてるのでまだねメスが起きてないんですよね。で、昨年動画でもアップした、ちょっと出てくるかな、画像出てくるかちょっとわかんないんですけど、アコタニさんの、極太アコタニさん極太ケットの子ももうブリードできるんですよ。で、越冬させて、昨年羽化したので、それを越冬させた個体を今年はブリードしていきたいと思っていて、そちらの動画もね、またお伝えできればなと思っております。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。また元気に次の動画でお会いしましょう。バイちゃん。ありがとう。